こんにちは、チョメです。愛の呪いやっていきます。パート4分の2からです。前回の続きです。君のバレンタインの相手が病棟にいて目を覚まさないって聞いたよ、チョメ。みんながキアラのことを心配してるよ。僕たちにできることは何でもしたいんだ。ありがとう、チャーリー。嬉しいよ。僕は魔法界で知られる魔法の昏睡状態を全種類調べなきゃいけないんだ。それは大仕事になりそうだな。さあみんな、始めよう。やっぱり、3時間星5個で合格、魔法の昏睡について調べる。選択肢にいた人はいないみたいな感じになってますね。友達が手伝いに来てくれた。友達がいるっていいな。僕のバレンタインの相手が完全に無類の呪いをかけられた可能性は否定できない。ゴーム・レイス・ゴートンは1634年に。教職員たちはこの恐ろしい事態の早期解決を望んています。睡眠呪文を使うと魔法で眠らせることができるんだよ。答えがどこかにあるはずだ。ミス・グリーンはワンプスキャットのティムを外に出した後に睡眠呪文を使ったわ。すごくたくさん魔法薬があるわ。眠り薬、夢なき眠りの水薬、生ける屍の水薬よりも眠り効果がすごいかも。他の可能性を全部取り除いていけば残った一つが正解に違いないわ。4年生の頃の無遊病の呪いを忘れないで。失神の呪文を使うとかなり効果的に人を気絶させることができる。君が睡眠呪文を使ってハンガリーホーンテールを倒したのを覚えてるよ。友達が手伝いに来てくれた。友達がいるっていいな。1634年にイルバーモーニーで親戚に眠りの呪いをかけた。教職員たちはこの恐ろしい、まあ、以下略かな。今の時点で分かってることは何だ？魔法の昏睡状態のすべての事例から3つの主な原因があることが分かったんだ。睡眠呪文、眠り薬、そして異なる呪いだ。そのうちの一つがキアラの魔法の眠りの原因かもしれない。いいぞ。このゴタゴタの原因として可能性が高いのはその中のどれだと思う？眠り薬ではないですよね、飲んでないから。妖精の呪文はどこから出たの？じゃあ異なる呪いかな。異なる呪いが原因の可能性が高いと思う。魔法薬や呪文よりもずっと深刻なものに直面してる気がするんだ。それが本当なら解決策を見つけるのは簡単じゃない。呪いはいろんな奇妙な特性を持っている可能性がある。でも前に破ったことがあるよね。なんて言ったって無遊病の呪いを解いたんだ。だけど眠り薬が原因の可能性が高いと思う。異なる呪いは珍しい上に唱えるのが難しい。僕の考えに関係なく、マコゴナガル先生が言うには一つずつ可能性を排除する必要があるんだ。それなら魔法薬から始めるといいよ。君は異なる呪いが原因だと思ってるけど、考えられる原因として魔法薬を排除するまではわからないよ。この事態を収拾するのに必要なのは正しい治療薬だけかも。やってみるのもいいけど、念のために治療薬と解毒剤をいくつか準備しておく必要がある。すぐに魔法薬学の教室に行った方がいいな。いや本当はね、ペギーの手助けを借りたいんですけど。スネープ先生に呼ばれました。スネープ先生、ゲームズ、マクゴナル先生から事情は聞いている。君がついていながらバレンタインの相手が魔法の昏睡状態に落ちるなんて、なんという愚かさだ。いやまあこれは非を認めよう。この原因が何なのかは分かりません。でも何らかの形で僕に責任がある可能性は否定できません。君と一緒にいた生徒が被害に遭うのはこれが初めてではない。これが最後になるとは思えない。少なくとも君は自らの失敗に責任を持ち始めている。おそらくようやく大人になり始めてるんだろう。僕の責任がどうとか関係なく解決策を見つけて事態を収拾するつもりです。ならば始めよう。治療薬、回復薬、解毒剤をいくつか準備するのを手伝ってもらう。ただし私の指示に完璧に従い、邪魔をしないことが条件だ。僕は手伝いに来たんです、先生。任してください。君のバレンタインデーの相手のためにも、そう願いたいものだな。そう、取り掛かるんだ。後ろのやつが気になりますけど。私は3時間星3個で合格、治療薬を作る。これ開始をしておいて、ちょっとエネルギー回復させて星3個で終わる作戦です。まあ少しやっておきます。君は完全に役立たずというわけでもなさそうだ。
切ることと潰すことの違いを学んだようだな。ホグワーツの生徒を永遠に魔法の昏睡状態にするわけにはいかない。スネープ先生がこんなに助けてくれるなんて珍しいな。これを正確に5回かき混ぜるのだ。これはそろそろ仕上がるな。この中の調合でバレンタインの相手が目覚めてくれますように。すごくたくさんの魔法薬があるな。私の指示通りにこれを準備するのだ。一つでも間違えたら教室から出すからな。切ることと潰すこととは違いを学んだ。スネープ先生がこんなに助けてくれるなんて。右上と上見てください。あと残り20分ですね。ちょうどぴったり星3個集めてね、いけるような気がします。あと20分後です。治療薬、回復薬、解毒剤が完成した。我々にできることは全てやった。もしミス・ロボスカの症状が捨てでの魔法薬や毒によって引き起こされたならば、このいずれかによって確実に目覚めるはずだ。そうでなければ、その魔法の昏睡状態は他の原因によるものだ。先生、いろいろとありがとうございました。例ならバレンタインの相手のために取っておくがいい、ゲームズ。私はホグワーツの教員だ。私がついていながら生徒を果てしない眠りに陥れるようなことはしない。さあ回復に持っていけ。そうだ、病棟戻ってバレンタインの相手を目覚めさせないと。これ多分尺的に治らないでしょうね。急いで来てください。眠りから覚ますために治療薬を試す時間です。これで多分ダメで、まだお腹痛がってる。この子大丈夫かな。その次は呪文を試してみてとかいろいろやるんですかね。スネープ先生の助けを借りて魔法の昏睡状態に効果のある可能性なる治療薬をいくつか準備することができた。もしキアラが眠り薬や何らかの毒の影響下にあるなら、この中のどれかで目を覚ますはずだ。やりましたね、ミスターゲームズ。時間がありません。患者はもうあまりにも長い間眠り続けてます。なんか足痛めてる人もずっと痛めてる。治療薬を与えて期待通りの効果が出るか見てみましょう。8時間星5個で合格。治療薬を使う。このベッドはできるだけ快適にしてある。次はどの調合を試すべきかな。ここは寒いな。布団をかけた方がいい。どの治療薬を使ってもまだ効果がない。辛抱してください、ミスターゲームズ。私たちが諦めることはありません。ウィーゲンウィルドの効果はなかった。前向きに考えて、この魔法薬のどれかが効くことを願おう。やっぱり変化がない。毒じゃないかも。このベッドはできるだけ快適にしてある。この短時間にこんなにたくさんの治療薬を準備するなんて頑張りましたね。治療薬は1回に1つずつです。患者に負担をかけないように。残り40分ですね。可能性のある魔法薬、治療薬、解毒剤は全て試しましたが、どれも効果はありませんでした。これ以上やると患者の過度の危害を加える恐れがあるかもしれません。どうやらこの魔法の昏睡状態はすでちの魔法薬や毒によるものではないようです。眠り薬が原因ではないと思っていましたが、その可能性を排除できてなかできてよかったです。僕が友達と一緒に考えた可能性は呪文と異なる呪いです。呪文が魔法の昏睡状態の原因なら今すぐ試してみましょう。スティーピファイのような失神の呪文を使うと、誰かの意識を一時的に意識不明にすることができます。その効果を元に戻すには、レネルベート、初めて聞く注文かもしれない。効果がありません。原因はスティーピファイではありませんね。昏睡呪文はどうですか。昏睡呪文はこれほど長く効果がありませんですが、もしかすると特別に強いタイプのものかもしれません。ミスターゲームズ、昏睡呪文やその他の呪文を排除するための呪文は知っていますね。僕ですか。
はい、授業を思い出してください。どんな呪文の効果でも取り消すことができる呪文は何ですか？これは真ん中じゃない？フィニートインカンターテム？ルパリファージュはあの羽のやつですよね。リクタスセンプラはあのくすぐるやつだと思うんだけどね。確か真ん中だと思うんだけど、これフィニートインカンターテムだと思うんですが、はい、昏睡呪文の効果を取り消すのに必要なのは幅広く使える反対呪文なのかもしれません。しかもこれルーナが駅でポッターに使ったやつですよね。ドラゴンやられた時に謎のプリンだったかな、映画のやつです。このように大変な時でも勉強を忘れないのは素晴らしいことです、ミスターゲームズ。フィニートインカンターテムは数多くの魔法にカウンターすることができます。もし呪文がミスロボスカの症状の原因なら効果は取り消せるはずです。じゃあやってみます。フィニートインカンターテム、さあ唱えるぞ。習っといてよかったです。杖の方角が全然違うんだけど、変化はありませんね。呪文が患者の魔法の昏睡状態の原因ではないようです。残る可能性は異なる呪いだけです。それなら僕の仮説が正しかったことになります。僕はチャーリーにこの原因はおそらく異なる呪いだって言ったんです。残念ながら呪いの種類は非常に多く、また多様であります。解決策を見つけるのは簡単なことではありません。呪いの原因を見つけてその魔法の性質を理解するしか望みはありません。蜂のペンダントはどうですか？異なる呪いがかけられているなら取り除いただけじゃ効果を取り消すことはできないかもしれません。いい考えですね、ミスターゲームズ。異なる呪いがかけられているならやはり蜂のペンダントが関係しているのかもしれません。3本のほうきに戻ってペンダントの起源を探ってみることをお勧めします。それじゃあホグズミートに戻らなきゃ。呪いを破ってバレンタインデーを取り戻すためにも急いでこのペンダントのことを知りたいんです。これ3本のほうきって昔1本のほうきだったっていうのを皆様知ってますでしょうか？私最近映画を見直したんですよ。言ったら一本のほうきの頃からって言ってる人がいた。お店が開いてるわよ、今すぐ来て。あと余談ですが、なんかシーズンイベントショップっていうのが始まりましたね。まあ、これもちょっと裏でね見ておきます。まだゼロなんですけど。来てくれたのね。あなたのバレンタインデーのデートがどうなったのか聞きたかったのよ。二人の様子を見に戻っていなくなってたから。残念ながら計画通りにはいきませんでした。僕が見つけたペンダントのせいで、キアラを呪いの昏睡状態に陥ってしまったみたいなのです。目覚めさせる方法を見つけないと。まあ、それは大変。蜂のペンダントについてできることを調べる必要があるんです。何か手がかりになりそうなことを知りませんか？残念だけど知らないわ。ここでは忘れ物は日常茶飯事よ。そんな危険なものがそんなところにあったなんて信じられないわ。私のお店で見つかったものがそんな危害をもたらしたなんて悲しいわね。何か手伝えることがあったら必ず教えてね。これはまあ手伝ってほしいよね。ありがとうございます。どんな手助けでもいいんです。もし時間があるならどんなことでもいいのでお願いします。手がかりを見つけるために聞き回るといいかもしれないわね。ペンダントのことは全然わかんないけど、お客さんで知ってる人がいるかもしれないわ。いい考えだと思います。常連客に尋ねてみれば何か分かることがあるかもしれませんね。3時間星高校で合格。常連客に話を聞く。ウィル・イーズリーがここで呪われた道具のことを聞き回っていたよ。ペンダントは蜂の形をしています。そんな感じのものを見ませんでしたか？あの素敵な呪い破りはもうすぐホックズヘッドに行くって言ってたわ。あの呪い破りは次はホックスヘッドに行くって言ってたな。呪われた蜂のペンダントについて何か知ってる人はありませんか？さっきここにいた呪い破りにおせっかいな質問はしたのか？ビル・ウィーズリーはここにいたよ。手がかりを見つけないと蜂のペンダントがどこから来たのか調べなきゃ。さっきここにすごくハンサムな魔法使いがいたの。ビル・なんとかと言って。ビル・ウィーズリーがここで呪われた道具のことを聞き回っていたよ。ペンダントは蜂の形をしています。そんな感じのものを見ませんでしたか？ある、ペンダントを探している呪い破りがいたっていうのは本当？ちょっとマダムラスメルとタップしにくいんですけど、呪われたペンダントについて知ってることを教えてくれたら次の飲み物は。呪われた蜂のペンダントについて何か知ってる人はいませんか？
客さんによるとビル・ウィーズリーがここで呪われた道具について聞き回ってたらしい。お客さんの一人もビル・ウィーズリーのことを教えてくれたわ。ペンダントを探してたって言ってたわ。ビルは僕が見つけたのと同じ蜂のペンダントを探しているのかも。ありがとうございます、マダム・ロスメルタ。すごく助かりました。お役に立ててよかったわ。常連客によるとビルは次にホックズヘッドへ行こうとしてたそうです。なるほどね。呪われた道具とか怪しい類のものを探すならホックズヘッドはぴったりな場所だもの。ビルとすれ違いにならないように早速行かないと。呪いからキアラを救って彼女にふさわしいバレンタインデーをプレゼントするための唯一の望みを叶えられるかもしれない。ビルを見つける。今ホックズヘッドにいるよ。話がしたいからすぐに来てくれ。中はね、こんな感じに、ね、なっております。あのハンサムな呪い破りはもっと私に聞きたいことがあるのかしら。呪われた道具はここにあればわかるさ。ヒヒヒ、すまん。このギグルウォーターはうまいな。ギグル？ギルウォーターなら聞いたことあるんだけど、ギグルウォーターってなんだろう。そっちの方が気になるんですけど。また会えて嬉しいよ、チャメ。僕もだよ、ビル。君に大事な話があるんだ。このペンダントのせいで僕のバレンタインデーの相手が呪いにかかってると思い当たる節があるんだ。マダム・ロスメルタが手がかりを探すのを手伝ってくれて、君が呪われたペンダントの調査をしていることを聞いたんだ。ああ、その通りだよ。そんなに多くの情報を集めるなんて君はとても優秀だな、チョメ。これは君が探しに来てたのと同じペンダントなのか？そうかもしれない。でも確信するにはペンダントをよく調べて特性に注意する必要があるんだ。慎重に。ああ、もちろんさ、他の誰かが呪われないように、グリンゴッツの適切な手続きを従うんだ。さあ、始めよう。8時間、星5個で合格。ペンダントをよく調べる。ここの常連客は何も知らないよ。もう確認済みだ。裏側にある奇妙なマークは一体何を意味してるんだろうか。裏側にマークがあるけど見たことないな。このペンダントを首からかけなければ安全に調べられるはずだよ。これをバレンタインデーの相手に渡したのは、そもそも蜂の形をしてたからなんだ。使われている素材は最高のものばかりだ。金、宝石、ゴブリンシルバー。君とここで会うなんてな。ちょうど調査に行き詰まってたんだ。あのハンサムな呪い破りさんなら、何度でも質問してくれても構わないよ。ヒヒヒ、すまんな。ギグルウォーターを飲んだら笑いが止まらないんだ。グリンゴッツの呪い破りは本当にいろんなところに首を突っ込んでくる。ここの常連客は何も知らないよ。もう確認済みだ。このペンダントには調査するにあたって注目すべき特性がいくつかある。そうだな、例えば形だ。蜂にそっくりだよ。ああ、すごく独特だな。元の保有者には特別な意味があったのかもしれない。あるいは制作者に。それに関係するのが2つ目の特性である上質な素材と技術だ。作りが精巧な上、使われている素材は最高のものばかりだ。金、宝石、それにゴブリンシルバーまで。最後に裏側には奇妙なマークが彫られている。このマークのことは知らないけど、何らかの意味があるはずだよ。いいぞ、チョメ。調査する価値がありそうな特性をいくつか見つけたな。君はペンダントのどの部分が何よりも特徴的だと思うんだ。これは、いや、蜂のデザインも正直気になりますけど、マークは何のマークなんでしょうね。奇妙なマークが一番特徴的だと思う。なんか意味があるに違いないよ。それが何かを突き止めないと。こんなマークは見たことないよ。かなり古いものかも。ちょっと、私の画面でも見せてもらえませんかね。グリンゴッツのアーカイブを調べて何か出てこないか見てみよう。調べてみたらこれは、僕がホグズミートに探しに来たのと同じ呪われたペンダントだと分かったよ。じゃあキアラが魔法の昏睡状態に陥った原因は本当にこのペンダントなのか？うん、僕がもっと早く手に入れたいすれば、こんな事態にはならなかったのかもしれない。呪い破りとしては、グリンゴッツで安全に保管するために没収しないと。でも君とは長い付き合いだから、そんなことはできないな。そうだな、キアラが目を覚ましてまた一緒にいられるまで、ペンダントから目を離すつもりはないんだ。分かってたよ。まずはこの呪いを破る手助けをするしかなさそうだな。だけどそのためには、まずそのペンダントがいつどうやって作られたのかを突き止める必要がある。ここで分かったことを踏まえて、グリンゴッツに戻って保管されてる日記を調べてみるよ。記録ね。
ありがとう、ビル。君がグリンゴッツで調べてる間、僕はビンズ先生と話してくる。わ、久しぶりだ、ビンズ先生の授業というか話。歴史のエキスパートに聞けば、このペンダントの起源を知ることができるかもしれない。ああ、それはいい考えだよ、チョメ。二人で調べれば、すぐに解決して、バレンタインデーのお祝いに戻れるかもしれないな。もうずっと授業中に寝てたイメージしかないけど、ビンズ先生。パート2完了。褒美は以下の通りです。ゲット。次回パート3やっていきます。少し次回予告をね、見ていこうと思います。ちょっとカエルチョコレートも裏で頑張ってるので、今みたいな感じですね。パートどのぐらいあるんだろう。パート4分の3は課題セット4分の1、4つありました。